曲の数々を、その出会った当人たちと会ったエピソードを交えながら、そうですね、歌ってみようかというコーナーでございます。それを何回かに分けてやりましたもんね。したがって有名な曲でも俺らの知らない人の曲は出てこないっていう会ったことない人のは出ないです。本当はオフコースとかもやりたいんですけど、オフコース会ったことないよ、知らない。何度も会ったんだよ、オフコースは。ただあの人たち、俺たちほらバカにされてたから話してくれなかった。それはあるね、うん、確かに。じゃあ今日話ができた人はい、藤岡藤巻カバー第2弾イエーイ。こんなご機嫌なの行くぜ。お待たせしました。いよいよアリスです。アリスです。アリスです。アリスとはね、思い出深いですからね。同じ事務所でしたからはい、って言っても、はい、それで藤岡藤巻のね、アルバムに入ってます、もし俺が死んだらっていう曲の、うん、パクリ元の曲をやらせていただきます。はい、そうですよね。ワン、ツー、スン、シン。つかみかけた長いの顔を振りほどいて君は出てゆく。わずかに震える白い眼に君の年老いた悲しみを見たで。お前つかみかけた長い廊下ってどんな廊下なのこれ。俺も気がついて、つかみかけた長い廊下振りほどいてっていう、すげえシュールなダダイズムの歌だな。どんな廊下をつかもうと思ってたんだろう。産業名じゃった、産業名じゃったね。すごいいいシーンだったね。つかみかけた長い廊下を振りほどいて君は出ていく。もう今俺途中でおかしくて、どんな廊下つかもうとしたんだろう。気がついた、うん。これがもしも俺が死んだらね、この散々歌ったんですよ、カラオケで受けるんで、陳平さんの真似して歌うと。俺としては谷間新司さんの真似をして歌ってるつもりだったんだけど、それ普通に元々聞いたらこんな歌い方してないよね。僕普通なんだよね。キャーとかやってないですよ。アリスといえばね、本当同じ事務所で、まだアリスも売れてない、僕らも全く売れなかったけど、しょっちゅう一緒になったんですよ。なったですね。大阪とかでね。大阪とかで、神戸の三宮ってところで、当時ラジオ関西のレギュラー番組を彼らが持ってて、うん、そこに4時間ぐらい当時神戸までかかりましたよね。それで20分ぐらいのラジオ出て、また4時間ぐらいかけて帰ってくるみたいなことがあって、で俺がすごい印象的に残ってるのは、出る前にチューニングをこうしてたら、陳、うん、平さんに、お、今日はチューニングするんだって言われたの。そう、いつもチューニングして、あれチューニングしてたんだ前もとかって。そういうのあったよね。他のビッグまだ売れてない人たちでも、そうそう、マリちゃんずっとふざけた曲が多かったから、完全に音楽的には下に見られてて、チューニングちゃんと しないとコミックソングって面白くないんだよ、うん、チューニングが気になって。ふざけんなよね、偉そうに。自分たちじゃあね、当時売れてなかったわけだから、終止符とかさ、くったらね、歌歌ってさ、知らない、じゃない、売れてないんだよ。でも売れたのは今はもう誰もなんだけど、あれだって歌詞どうよ、今はもう誰もって。でもあれ人の曲なんだよね。あ、そうなの。そうそう、アリス、ベイアンでもチンペイさんでもないんだよね。まあどっちにしろ大したことないけどね。あれ、本当にひどい歌詞だよね、なんか歌詞ひどい。なんか雰囲気の、今はもう誰も、そこだけだよね。そうっていうとこだけだよね。でも、まあ、陳平さんのアリスと申したら、楽屋でなんか矢沢さんなんつったっけ、ドラムの金ちゃん、金ちゃん、金ちゃん、金ちゃんの髪をこんなことやってたのを、陳平さんかベイアンかが、この方がいいんじゃないのとかいうアドバイスしてて、絶対こいつらホモだと思ったんだよ。金ちゃんってちょっとこれっぽかったよね。そうなのよ。だけど実はすげえ女好きなの。だってさ、俺たちマリちゃんズ北海道さ、君がさ、なんかメイクしてる時に何か言ったりしないじゃん普通、うん、だってね、本当は、メイクしたところで無駄なのになとかぐらいしか言わないのに、アドバイスし合ってる関係性がちょっと
なんかあのいい人たちなんだなって思う反面、こいつら絶対ホモだなと思った記憶があります、うん、あの同じ事務所でだけど先に今もう誰もでブレイクして、で谷村さんが一人で大阪から東京に行くときに、覚えてないかな、からグリーン車で、俺たちはエコノミーで、あのでグリーン車にあれ呼んでくれたかな、なんか缶ビールかなんかおごってくれた記憶があるんだけど、ああ惨めだね、グリーン車で、そうそう貧乏人だから、あのそうそうこれでも飲めやみたいな、でもその辺から卑屈な人生が始まった。あのバンバンとかの話を聞くと、あのチンペイさんと飲みに行くと、あの みんなでじゃあ会計って言うと、あここはいいよって言ってチンペイさんが払ってくれて、外出ると1人6000円なってこう徴収されたってあその辺やっぱ関西人、そうそう関西人なんだなっていう、そうなんだね、うん